今日の動画はですね、2週間の休業要請見送りで、田崎史郎と西村大臣がデマ、これは何でしょうか。根拠にされた西浦教授が、田崎イコール西村ラインの嘘話、休業はすぐにというタイトルが踊るんですけども、すいません、私これタイトル見ても全く内容意味がわからないんですよ。まあ、ですので記事をちょっと読んでみましょうか。いろいろ書いてますけども、ここにありますよね。東京都はこれに反発し、独自に休業要請を打ち出す形だが、それにも国に押される形でどんどんなし崩しに範囲が縮小されている。あ、これはわかります。あの、東京の小池知事が、都民にね、やっぱ安心してもらおうと思って、まあ、いろんなね、策を独自に練ったんですけども、国の方がそれに歩調を合わせずに、結局は小池都知事がですね、やりたいことが全然できずにですね、中途半端になってしまったということなんですよね。これに対して小池知事はコメントですごくね、こういうことを、辛辣なことをね、皮肉って言われてます。まあ、自分は東京都をお預かりする代表取締役みたいなもんだと思ってやっていたんだけども、なんかね、国からなんか言われて天の声が聞こえてきて、なんだか一気に中間管理職になっちゃったわ、みたいなことを本当に嘆かれてましたけども、本当に今回その通りですよね。この各県の知事とかが萎縮するようなことを国がね、これやっていってしまったんですよ。一番力のある、時にはね、国にも食ってかかれるような東京都、これがね、もう国にね、抑え込まれるような形で、都民を守ることもできないと。国がね、都民を守ることを邪魔してるっていう風な構図になってるわけですよ。で、記事をちょっと進めていきましょう。安倍政権はなぜこんな支離滅裂なことをしているのか。理由はもちろん、保障の問題が出てくるからだということなんですよね。さあ、ここからですね、私の考えですけども、なんで安倍政権がね、ここまで国民に負担を強いて、犠牲を強いてまでお金を出さないのか、支援を出さないのか、なんで平坦をしないのかってことなんですけども、もちろんですね、森友問題で財務省に大きな借りがあるからなんじゃないかなっていうふうに私はうがった見方をするんですけども、皆さんいかがですかね。財務省に借りを作ってしまった安倍政権というよりも、安倍総理個人だと思いますけどもね、そこに麻生総理が乗っかるような形で、まあ一緒のね、共謀してしまったということが、もしあるとしたら、財務省はそれをネタにですね、安倍総理や、麻生財務大臣が国民をどんなに救おうと思って、国民のために何かしたいと思っても、財務省が安倍さんって勝手なことして国民を豊かにするんだったら、私たちに金出させるんだったらね、あんたのこと秘密ばらしますよ、こっちにはクリアファイルあるんですよと、赤木さんこっちに手に落ちてるんですよみたいな感じで脅してるんではないかなというふうな、まあ、いわゆる陰謀論がね、私の脳裏をかすめるんですけども、これはちょっと考えすぎでしょうかね。まあそういうのを抜きにしても、なんかね、やっぱりね、国民のための政治運営をしてもらいたいですよね。だって日本人が苦しんで死んでいいことは全くないと思うんですよ。誰も得しないと思います。もし得することがあるとしたら、それは他国ですよね。他の国が日本の弱体化を望むことはあると思います。まあでもね、弱体化した日本を欲しがるとも思えないんで、やっぱり強い国、日本だったら取引をしたりとか配下に収めたいと思うんでしょうけども、外国にしてもね、日本人がもうやる気がなくなって、発想がなくなって、もうね、みんな病人になってヘロヘロになってですね、そんな日本欲しいですかねってことなんですよ。そんな国をね、まあ言ってみれば奴隷化して支配侵略しても全く意味がないと思うんで、資源もないですしね。だからどちらかというと、日本人の豊かな発想とかね、挑戦心とか大和魂ってものをやっぱりね、うまいこと利用して、豊かな日本からちょっとずつちょっとね、かすめ取るみたいな、今までのバランスの方がいいんじゃないかなと思うんですよ。日本人を全滅させてもいいことはないですからね。ということでね、日本を攻めようと思ってる各国の皆さん、日本が豊かになった方が、皆さんが、なんと言いますか、たかれる要素が増えますんで、そっちの方がいいんじゃないかなと思います。このまんま日本がね、弱体化すると、たかることもできなくなっちゃいますんで、よろしくお願いします。ということで、財務省の方、安倍総理はじめ、麻生財務大臣、どんどんね、日本円ってものを発行していただいて、引き続き日本を豊かにしていただければ幸いでございます。で、日本の対外資産は360兆円もあるそうですよね。もう世界一のお金持ち国家がそれが日本なんですよ。もういざとなったらね、世界中の国にね、金返せ、利息つけるぞっていうふうにね、借金取りができるわけなんですよ。で、逆に窮地に立たされてるのはアメリカですよね。1000兆円を超える借金がいろんな国にあるんですよ。もう首が回んないですよ。ですんで、ドルを吸ってですね、いろんな国に配らないといけないんですけども、なかなかそれもね、うまくいかないみたいなんで、戦闘機を日本に売りつけるという形でございます。さあ、そうですね。これからもね、日本が豊かなら、トランプさん、戦闘機はどんどん買ってくれると思います。
でもこの調子だったらね、戦闘機買う余裕のお金がないんで国民の保障に回すっていうふうに安倍さんが言うかもしれないですよ。ぜひね、仲がいいトランプさんと安倍さんの仲ですから、ちょっと戦闘機を 2,3 機ね、返品して、そのお金でちょっと国民の保障に回してもらえないかなっていうのが私の考えですけども、いかがでしょうか。じゃあちょっと記事に戻りましょうか。もう記事ほとんど読んでないですね、今日もね。はい、で、ここですね、専門家の方から2週間やめたら効果が出る可能性があるという答えが出たという、これ自粛を2週間やですよね。で、岡田教授に話を振ったのだが、岡田教授はその専門家の方のお名前を私わかりませんけどと困惑。すると田崎氏が話に割り込んできて、それ西浦さんがおっしゃってますよねと、自らその専門家の名前を出したのだ。驚いた岡田教授が、西浦さんですか、北大のですかと聞き返すと、田崎氏はデータ先週の金曜日に出しましたでしょ、彼の予測でと自信満々に返したと。なんかこの辺からストーリーが進んでいくみたいですね。西浦教授がそんな提案はしてないと反論。田崎さんのソースは完了ですねとも、完丸ですねって書いてますね。記事まだまだ続きますんで、なかなか面白いんじゃないですか。私もなんか読みたくなってきましたということなんで、動画概要欄に記事の URL リンクを貼っときますんでね、ご覧いただければと思います。また私も読んでみます。